久しぶりだな、ユート。あまり顔を出せずにすみません、父さん。気にするな。それより、優勝校であるライモンを離れたというのは本当か？はい。では、帝国に戻るのか？いえ、戻りません。下ビラメのムニエルでございます。ではどうするつもりだ？これからは日本のサッカーを世界に羽ばたかせるために力を尽くしたいのです。日本を世界にか？あれだけの惨敗を喫してもなお世界への挑戦を続けるというのかね。確かに今の時点では実力はまだまだです。ですが日本には計り知れない潜在能力があります。世界と戦える実力を引き出せる可能性があるのです。落ち着け、ユート。まあ食事でもしながらゆっくり話そうじゃないか。はい。これはなんだ。この味は魚肉の風味と濃いめのソースが絡み合って絶妙な味を作り出している。袴田、またもや調理人としての腕を上げたというのか。これはまさに袴田ニューワールド。袴田め、いかん、うますぎて一瞬我を忘れかけた。どうした、ユート。いえ、大きな舞台で日本に恥をかかせることは許されないぞ。分かっていると思うが、私は負けることが何よりも嫌いなのだ。はい、分かっています。協会員制度によってチーム間で実力を上げるための情報交換が行われます。これによって何袴田、貴様どういうつもりだ。ムニエルの後のカツサンドだと？これは袴田のお礼の挑戦か？何を考えている。朝からカツサンドとは、前日に食事処で食べきれなかったカツをお土産としていただいたという状況でもない限り、朝からカツサンドなどありえないぞ、袴田。しかしなんだこのカツサンドの存在感は。圧倒的だ。間違いな存在でありながら、自分を無視できるならしてみろとまるで挑発しているかのようだ。どうしたのだ、ユート。いえ、日本が負けることがないよう最善を尽くします。フットボールフロンティアという大会を熾烈なものにすることによって日本のサッカーを世界へ挑戦できるレベルに引き上げます。ほう。袴田、世界への挑戦の前にお前の挑戦を受けろとでも言いたいのか。いいだろう、受けて立ってやる。サンドは乾いたパン生地の中にあって、このジューシーさ、肉汁が滝のように溢れ出てくるじゃないか。いかん、まだ話の続きをせねばならんのに、次の一切れを口に運びたくなるぞ。日本のサッカーを世界へ挑戦できるレベルに引き上げるだと？簡単に言うじゃないか。何の根拠があってそんなことが言えるのだ。私は勢いでその場しのぎの発言をする者が好きではない。それは なんということだ。すぐにでも反論せねばならん空気だ。一方、込み上げてくるカツサンドを口に運びたくなる衝動、これはまさに挟み撃ち、板挟み、四面楚歌。どうすればいいんだ、この軌道を言うと。朝っぱらから袴田のタクティクスにはまってしまったというのか。かつて天才戦術家と言われたこの俺が、袴田！お兄ちゃん、元気でやってるかな？また変なことで悩んでなきゃいいけど。母ちゃん、おかわり。僕も。俺も。僕も。はいよ。栗ご飯大盛りでやんす。